ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは、やっほー、こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日はちょっと思ったよりも遅くなってしまいました。すいません。もうちょっと早く始められる予定だったんですけどね、ちょっと気づいたらこんな時間で、あ、危ない、すいません。こんばんは。ギフトありがとうございます。もうあれだ、通常の背景になってる通常の背景に戻ってしまいました。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは、やっほー。今日は泉ちゃんの生誕祭でした。楽しかった。同期ラブですね。こんばんは。届いてるようがなくなりましたね。昨日までだったか。こんばんは。今日めっちゃ可愛かった。嬉しい、ありがとうございます。楽しかったですね、今日こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。髪型かわいい、嬉しい。ハーフアップです。今日ハーフアップの一応なんか勝ち盛りっていうやつなんですけど、ちょっと見えてないですね。一応こういうのもちょっとでこう垂れてるみたいなやつ。まあ一応ハーフアップです今日は。8期ライブ期待しかない。8期ライブでまたできたらいいですね。その時は来てくださいまた、まあ、決まったわけじゃないですけど、まあ、8期みんながきっと思ってることだと思うので、自分たちがやりたいことできるように頑張ります。ギフトありがとう。まあ、前はゼロポジさんのおかげでライブできたっていうこともあったけども、今回はね自分たちの力で、まあ、前回はまあコロナの影響でコールもできなかった状態なので、今回はもしできるってなったとしたら、やっぱ皆さんのコールがあってこそ、コールがあったらもっと盛り上がるものだと思うし、より一緒に楽しめてる感じがすると思うので、まあめっちゃ決まったわけじゃないけど、もしライブがあるできますってなったら会いに来てください。ぜひ。私やっぱ ありがとう、チームでライブするのももちろんいいと思うんだけど、やっぱ同期っていうさ、そのまた違った仲の良さじゃないけどっていうのもきっとあると思うから、ぜひぜひって感じですね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。
は差し入れはすぐいただいたからね。ちょっと差し入れはすぐ食べたいタイプなので、ちょっと終わったら食べよう。すぐ食べたいし、どんだけ夜遅くてもその日のうちに食べたいみたいなね、ありますからね。あとお手紙もいただいた、今日嬉しい、ありがとう。見てるかな、くれた方ありがとうございます。見てるといいな、ありがとう。お手紙いつも帰る前に読んでから帰ってくるんですけど、だから一回読みましたもん嬉しい。こんばんは。そうだ、忘れてた。なんかなんだっけ、あ、そう、トーク会と握手会と写メ会で、あの美醜衣装をお借りできることになったんですけど、昨日もちょっと話してたけど、いつ見たいですかみたいなチラッと言ってたと思うんですけど、そう、やっぱ写メ会で来てほしいっていう声がね、トーク会とか握手会でもすごいいただいてたので、トーク会じゃない、写メ会、ん、写メ会、写メ会で来たいなと思うんですけど、5月11と6月15って来ようかなって思うんですけど、どう思いますか。5月11が愛知スカイエキスポの立ちの写メ会で、6月15日が幕張メッセの立ちなんですけど、どう思います。どっちも来たいなって私は思ってるんですけど、どう思いますか。それでいいかな。で、トーク会と握手会でも来ようかなと思って、6月22もう来ようかなと思ったんだけど、さすがに多すぎるよね。またそんないっかっていっかと思ったので、5月11と6月15にしようかなって思っているけど、どう思うかな。6月22はちょっともう最後の方なので、そう、6月22はもともとナースのコスプレをしようと思ってたんですよ。そう、だからもし着るってなったらそれはなくなっちゃうんですけど、まあ別に部で変えてもいいけど、どう思いますか。6月22はさすがに多すぎるかな。ちょっと意見聞きたいなって感じなんですけど、ナースも見たいだよねと思いますよね。そう、前回も一応、そう急遽ではあったけど、トーク会と握手会だったから、そう、こんばんは。じゃあいっか、6月22はなしにしとくわ。5月11と6月15の写メ会で着ることにします。トーク会はじゃあ横なんていうんですか、告知してた通りの感じで行こうかな。そうします。こんばんは。じゃあ6月じゃない、5月11の土曜日と6月15日の土曜日に美醜衣装来ます。どっちも立ちの写メ会ですね。その方が映えるんでぜひ、あ、握手とトークで分ける、それもありだな。そう、私結構さ、今回のさ、特会と握手会なんか空きの部が多くて、そう、3部と5部が休みなんですよ。それも別にやろうと思えばできるんだよね。それでもいいな、確かにそれもありだよね。いや、まあいいや、ナースにしよう、ナスにします。
9月11日、じゃあ6月15日に着ることにしようかな。また改めて告知します。ぜひ来てください。お待ちしてます。嬉しい、なんか来てもらってる姿見てほしいなってずっと思ってたから、それで写真撮れるの結構可愛くなると思うのでお待ちしてます。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。僕もビシュの服で行こうかな。嬉しい、お揃いだ。そう、でもマフラーとかつけてきてくれてる方もいたりとかして嬉しかった。こんばんは。今日の髪型、そうです、今日の髪型ハーフアップだよ。ちょっとアレンジはしてもらってるけどベースはハーフアップです。こんばんは。本当はね、そうツインテールしようと思ってたんですけど、ここら辺でね、ここら辺でツインテールしようと思ってたんだけど、いろいろあってやめた。いろいろなものが重なってやめちゃいました。いつかやります。いつかの、そういろいろあったんです。いろいろあってやめちゃいました。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。世界一可愛い大好き、ありがとう。嬉しい。あんま嬉しくなさそうとか思わないでね。こう見えても超喜んでるから。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。3日連続で会えて嬉しかったね。そう、あのさ、そう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 、トーク会握手会2日間連続で会って、今日公演って感じだったから、そう結構そういう方もいらっしゃって嬉しかったです。ありがとうございます。どうもありがとう。こんばんは。いつも楽しかったです。すごい、でもあのなんだっけ、特会とか握手会とかでも、あの公演早く行きたいって言ってくださる方がすごい多くって、最近はね、もう年始から、あのなんだっけ、年始から、あの言葉が出てこないな、あ、なんか生誕祭とか卒業公演とかがね、いっぱい、もう毎回そんな感じだったから、あの
27からは6月とかまでは通常公演なので、ぜひたくさん会いに来てください。ギフトありがとうございます。ありがとう。まあ鉄のもありますしね、鉄のもあるし、S もどっちも待ってるって感じです。こんばんは、ギフトありがとう。もう11時だ、早い。気づいたらそんな時間、早すぎるね。こんばんは。幕張の写真会予約してきた。わあ嬉しい、ありがとう。会えるの楽しみにしてます。立ちだけ来るとか嫌だからね、ちゃんと次の日も来てね次の日もちゃんと会いに来てね。ネイルを見せてもらうならシャメ会がいいのかな。シャメ会もでもなんかさ、そのファンの方がめっちゃちゃんとポーズとか考えてきてくださったりとかすればお話できるって感じだけど、意外とさ、そのスタッフさんにもよるけど、結構なんかスピーディーにパパパパって撮っていかなきゃいけないって感じだから、そうネイルが見たいってなるんだったらトーク会とかの方がおすすめ。握手だと手袋しちゃってるので見れないから。ぜひ。まあでもトーク会もね、なんだっけ、座りだとさ、パーテーションないじゃないですか。そうだから近くで見ようと思えば見れるけどね。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日は5分に終わろうかな。ちなみに今はこんな感じです。もうちょっと伸びてきちゃったけど、ピンク色です。次どうしようかな。そう、意外とさすぐ伸びちゃうからさ、考えとかないとね。ギフトありがとう、ありがとうございます。ありがとう。情報を得てないのでいろいろ調べて追加します。ありがとうございます。すいません、私もねこの場で言えたらいいんだけどね、私もねそのなんて言うんですか、頭がもうごちゃごちゃすぎて、何月何日にこれを着るっていうのがね、もうなんか曖昧すぎるって感じなので、ちょっとあれですね、ぜひ私のツイッター X か X 見れば情報はたくさん載っているので、ぜひそちらをチェックしていただけるとありがたいです。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。今日の髪型なんて言うんですか？今日ハーフアップです。ハーフアップだけど、なんかね、そう、カチモリヘアって言って、そう、ちょっとこう、チラって残ってるんですけど、あんま見えないよね。一応でもハーフアップです。かわいいでしょ。ちもお気に入り。もう時間かな。すいません、今日は、すごい、あんまり時間がなくて。ちょっとしかできなかったけど、ありがとうございました。また明日見に来てください。ありがとう、みんなありがとうございました。おやすみなさい。また明日会いましょう。ありがとうございました。またね、おやすみ。ありがとう、ありがとうございました。
やすみ、またね、ありがとう。